はじめに呼んでね。オーケー。こんにちは、木津賀あかりです。最近梅雨に入りましたね。雨のせいで、休日にツーリングに行けなく、あかりさんは、とても辛いです。梅雨に入ったため、家の水回りにカビが発生するので、入念に掃除する今日この頃です。皆さんはどうお過ごしですか？今日は、森林浴をして、癒されようと思い、ある場所に向かっています。目的地に着くまで、少し私の話をしたいと思います。半年前に小型自動二輪免許を取得し、今年の2月に CBF125T を購入。 CBF125T に乗る前はニュースメイト50やツーサイクル 50cc のバイク以外乗ったことがありません。そして最近バイクに興味を持ち出したので、バイクに関する知識があまりありません。ですので、もし専門用語が入った質問が来てもあかりさんは答えられないので、お許しを。わかる範囲ではお答えします。私の休日は基本平日なので、ツーリング時他のライダーさんと会うことがないので知らなかったんですが、片手を挙げて挨拶されたんですよね。私も手を挙げて挨拶したんですが、初めて挨拶されたので知り合いだったのかなと不思議にその時は思いました。そしてたまたま土日に休日が入った時、ツーリングしていたら多くのライダーさんから手で挨拶をされたので、おかしいなと思いググってみたら、やえという挨拶だったと後日分かりました。 50cc から乗り換える前はそんなことはなかったのでたまげました。それはさておき、やえっていいですよね。お互いの交通安全を祈り合うのって。あかりさんは感動した。雑談していたら到着しましたね。やっぱり森の中は涼しいですね。今日は人間の数倍は生きている杉たちに会いに来ました。お、大きいですね。ここからが本番。杉の大王と拝謁してきます。すごく大きいですね。樹齢のことを考えるとロマンを感じざるを得ません。ここまでご視聴ありがとうございました。